いや、キリがねえな、ほんと。広い。早く塞がんねえかな。そこも大穴だよ。ねえ、ほんとにね。どうも、臼杵社長です。当番組はですね、農業って儲かるの？そんなご質問にお答えするべく、こちら休耕農地だったパドルパーム復活までの道のりをお金のお話メインにお届けしている番組となっております。どうぞ皆様ですね、チャンネル登録はもちろんのこと、高評価低評価、そしてコメントなんかもいただけると大変励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。さてですね、先般公開した動画では己を知ろう、この上限を辿っていってから売上の、上というかいくら儲かるんだろう、そんな計算をね立てさせていただいたんですけれども、今回は3月の売上目標はいくらなんだ、そんなお話をさせていただこうかなと思っております。とですね、その前に嬉しい出来事がございまして、ちょっとこの様子ご覧いただきましょう。やりましたよ。お祭りだね。いやでもありがとう。まずは夢のようだよ。これがまたあの青々となると思うとねいいよね。まあ大義にとってはねそうかもしれないけど、俺にとってはね想定してたよりも1年以上早くこっちの着手に乗り切れてる。面白い。自己紹介お願いします。川崎でサッカークラブをやっている大元と言います。おいえ、チーム名は菅有を川崎です。おお、農園始めます。マジで？それはまだ早いと思うぞ。マジでね、農業は儲かんないし大変。もちろん儲かるように俺も頑張るけども、でもこうして今日お手伝いいただいてることは事実なんでね、子供たちにもありがとう。まあ楽しんでくれてるんでいいです。まあ本当にね、そうであってくれれば嬉しいけれども、ね、いろんな経験させた方がいいからね。サッカーだけじゃなくて、川崎のねサッカークラブ菅有川崎さん、なんとですね生徒さんたちコーチお手伝いにお越しいただいちゃいまして、ありがとうございます。やってもらってるっていうのを聞いてね、初め泣きそうで、作業現場に出だしね帰れなくて、いやー嬉しかったです。せっかく撮影もさせていただいたんで、その様子は、番組の後半にでも流させていただこうかなと思っております。ぜひ皆様ご覧ください。さあ前置きはこの辺にしておいて、3月ですよ。まずはですねこちらご覧ください。すげえ、何もなくなったように見えるけども、実はもう次も奪ってる。これはね、みーさんがやってくれた作業。というのもね、みーさん、すごいあの人丁寧なのよ。で、僕がやると雑で、二人で一緒に作業すると喧嘩になるの。本当にね、丁寧にやってるつもりなんだけどね。まあまあ、ちょっとうちはこの辺にしておいて。ね、何をしたか、どういう構想だったかというと、もともとここには、まだ作物、本日3月5日です。奪ってるはずだった。それがね、今なくなった。ほらね、異常気象に恵まれましたよね。育たないはずの野菜がどんどん育っていく。冬はね、考えられる限りのところ全部埋めておいて、切り崩し、12月、1月、2月、3月、売っていって、定食をしつつ回していこうかなっていう作戦だったんですけれども、切り崩すどころかね、もうどんどん育っちゃうんで、どんどん出荷できる。こんなね、恵まれたお話でございました。で、早くもうここまで、定食が進んでいるということは、ちょっとどうなったか向こう見に行ってみましょうか。じゃじゃーん。この流れなんかも皆さん飽きてきたんですか。そろそろじゃじゃーんやめようかな。こちらですね、中央のエリア B、もう満タンに埋まっております。この子たちがおそらくですね3月の一番最後の週に出荷できるかどうかなという構想でございます。はい、こちらはエリア C。 こんな感じでね、現在出荷行っておりますのはこちらでございます。
現在絶賛出荷中のグリーンブーケたち。うまそうでしょ。そしてその次に出荷が行えるであろうグリーンブーケですね。同じく本当に1週間単位でこういった形でずらしていって、この頃ねまだやっていたのは150株ずつなので、向こうに、グリーンブーケ150株、次のグリーンブーケ150株、その次のグリーンブーケ150株、そんな流れでやってきました。これをですね、先ほどの B エリアでは向こうなんとですね、来ましたね、300株ずつ、毎週300株植えていっております。ね、そうなんですよ。ちょっとね計算がしにくいかなと思うんですけれども、3月勝負勝負と言ってた時にはこの300株を植えていくという発想にもあったんですね。でそれがおそらく3月には収穫できないだろうが当初の予想だったんですけれども、暖冬というものを受けて1ヶ月早めさせていただいて、3月にこの勝負の時を持ってこさせていただきました。ちょっとね結論が遅れたので、この子たちはまだ60株ずつなので少し計算が複雑になっちゃうんですけれども、これらを踏まえると僕の脳内で考えている3月の売上目標、大体分かっていただけると思います。まずはですね、3月の1週目と2週目はこれ、ごめんなさい、150株ずつしか植わってないので、どうしても150株ずつになっちゃうんです。つまり週に600株、これが3月の1週目と2週目ですね。でそしてその先にできてくるのがこちら、ね、行ったり来たりで申し訳ないです。ここ B エリアの子たちっていうのは300株ずつで植わっているので、一気に倍、3月の、3週目4週目はですね、週に1200株ずつ出していこうかなと思っております。その計算でね行くと3月の売上目標、これおのずと見えてくると思います。まずですね、600、600、1200、1200なので、トータルでいくと3600株、これ前回の動画でもお話しさせていただいたんですけれども、どんなに安くても僕たちのレタス、今のところですね1株80円で販売の方はさせていただいております。なのでですね、80円 ×3600 株なので、3×24、28万6000円、ここを兄さんと2人で今月は目指しております。果たしてね、この川山用通りに行くのかどうか、そしてね使うエリアというのも先般のね売上上限の計算、自分の素人という動画を見ていただくとなんですけれども、ここってまだ1ヶ月のうちに3分の1だとちょっと多いかな、4分の1ぐらいしかまだ出荷というものに至ってないんですね。これの回転率を上げるために施策的に行っていますのがこちら、あの子たち、水菜、小松菜、からし菜、要は菜の物系ですね。ただね、この子たちはね、ちょっとね、お値段が心配。レタスはね、大体皆さんお手元に届く頃には、今だと200円ぐらいなのかな、リーフレタスね。ただ、小松菜類とかはもう袋にガサッと入って100円とかで売られてることをよく見るので、なかなかね、ちょっと計算がしづらくなってしまうかなと思うので、あくまでこれはね、1ヶ月単位でこのレーンを回していくって考えるときの補助で行ってまいろうかなと思っております。なので、今回はね、希望的観測っていうのは外しておいて、売上の目標には入れてございませんが、こういったオプションもきちんとご用意しております。というわけでですね、本日は3月の構想、こんなところをねお話しさせていただきました。まあ構想というか川山用ですけれどもね、3月というものをまともに迎えるのは初なので、思惑通りになるかどうか、皆様どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。それではですね、今回は最後はお約束通りお手伝いいただいた風景ご覧ください。人数ってすごいっすね。中学生パワーをそれで、さあじゃあ僕も手伝いますか。いやいやそのために来たっすか。お花から邪魔。本当ね、みーさんとは顔を合わせるたんびに言い合いでございます。邪魔じゃない、雑だから。効率主義って言ってたから、効率主義。違う俺は美味しい野菜を育てたい。途中でやりたいです。じゃあ、休憩前の配置について。やるぞ。楽し
コーチ、はい、お祭り騒ぎない？マジはかどった。次はこれだ。出航せずにですか？そうだよ、みんなありがとう。私 YouTube では薄毛社長という名前で活躍をしております。ノーチューバーでございます。知ってるわけねえだろお前。笑いすぎだよ。絶対毎日見てないだろお前。それあげるんすか？そうだよ。お前ほんといいキャラだな。俺の代わりに YouTube やるか。そういう企画もね、今後一緒にできたらいいね。今日はみんなにお礼で、まあね、薄毛社長のチャンネルはみんな知らないと思うけれども、最強ディフェンダー翔吾ボス知ってる人？翔吾から今日はみんなにプレゼント。翔吾ボス、おお。翔吾のチャンネル、えぇー、えぇー、俺がやると体重が強くなるんですよ。そういうの欲しがるタイプなの。おー、どうも、薄毛社長です。どうも、チャンネルはですね、どうも、すぐにお金のお話をしてお届けしているチャンネルとなっております。皆様ですね、どうぞ、こちらの方をお呼びをしていただけると。お前がうるさい。ありがとうございました。はい、皆さんもお疲れ様でした。お疲れ様でした。とても助かりました。